こんばんは、ミネラルウォーター大勢伊藤です。今日は川越の水、こちらを紹介したいと思います。じゃあ早速ラベルを一周してみましょう。小江戸川越の水、その昔川越城下の浮島神社付近に泉があり、清冽な水がこんこんと湧き出ていました。将軍徳川家康公が鷹狩りに川越に来た時のことです。その水で立てたお茶を差し上げたところ、その美味しさに驚かれ大層喜ばれたそうです。この小江戸川越の水は旧川越城内の深井戸の水です。将軍になったつもりで名水の味をお楽しみください。こういうコメントをですね、見るたんびにこう歴史、昔から、つながってるんだなと。人々の生活とこの水っていうのは、昔からつながってるんだなっていう、こう実感が湧くんですね。あの歴史上の人物とかはこう同じ水、まあ同じではありませんけども、同じ水源から取られた水を飲んで美味しかったという感想を言ったと。で、私も実際飲んでみたら美味しかったと。なんかこう気持ちを共有した感じがして、とても嬉しくなるんですね。私あの日本酒も好きなので、こういうエピソードみたいのが大好きです。こういうふうに書いてくれたことがですね、とても嬉しく感じました。こんな感じですね。まあ、川越のこれ名物になってますね。時香る町川越、書いてますね。販売者が社団法人小江戸川越観光協会、高度が75、ペーハーが 7.2、製造者が株式会社秩父源流水ですね。採水地が川越市になってますね。埼玉県川越市になってます。ですね、この川越、まあ実際私川越まで行って、この製品手に入れてきてるんですけども、しっかりあの地元のスーパーとかで売られていました。まあ、自動販売機とかではまだ見てないんですけども、そういうふうにあの地元でちゃんと売られているってことがとても嬉しかったです。やっぱりあの地元の水は地元で売る、私はあのいつもうるさいぐらいに言ってるんですけども、意外と実践されていないところが多くてですね、ちゃんと売られているところを見ると応援したくなってしまいます。こんな感じですかね。はい、もしですねこの水に興味がある方、飲んでみたいなっていう方はですね、川越だけじゃなくてですね、東松山あたりのスーパーでも扱われていることがありますので、ぜひ行ってですね買ってみてください。よろしくお願いします。